日向坂46の影山優佳が20日、自身のインスタグラムを更新。アベマテレビ朝日系列の FIFA ワールドカップ2022中継での活躍を振り返った。影山優佳、W 杯期間振り返る。19日に、アルゼンチン代表の優勝で閉幕した FIFA ワールドカップカタール大会。影山はアベマテレビ朝日系列の同大会中継番組にたびたび出演し、膨大な知識量とサッカー愛を生かした的確な勝敗予想などで大会を盛り上げていた。大会を終え、自身のインスタグラムを更新した影山は、FIFA カタールワールドカップ2022のすべてのお仕事を無事終えることができました。と報告し、1ヶ月間、日本代表と私たちへのたくさんの応援をありがとうございました。また、右も左もわからない私を様々なところで助けていただいたスタッフと共演者の皆様、本当にありがとうございました、と感謝。23試合をスタジオで観戦したといい、MC や中継での掛け合いなどこれまでで一番の大役を担わせていただきました、と振り返った影山。不安や恐怖心で家でこそこそ泣く日もあったと明かしつつも、とにかく楽しかったです。魅力をお伝えするために必要なお話のスキルをはじめ様々な力もつけさせていただき、本当に貴重な経験となりました、と綴った。また、これもすべて、代表の快進撃と応援してくださってサッカーの話題を盛り上げてくださった皆さんの声があったからこそです、と視聴者への思いも綴り、今回出会った皆様とのご縁を大切に、2023年ももっともっと盛り上げていく所存です、と意気込んでいる。影山優佳に感謝の声続々。ファンからは、影ちゃんのおかげで楽しい W 杯期間でした。本当にお疲れ様でした。影ちゃんありがとう。ゆっくり休んでください、など多くの反響が寄せられている。